冬橋の確率50と答えた柿内氏、その理由をまとめるとこうなる。21日に移籍ジャーナリストのロマーノ氏が投稿した内容により、現在セルティック所属 FW 古橋強吾がマンチェスターシティに移籍する可能性が急浮上しているわけだが、日本のロマーノこと柿内記者はピボット公式チャンネルに出演し、古橋がシティに移籍する確率を50と語った。その理由をまとめると次のようになる。興味を持っている以上のこと、すでにリサーチは終了している。代理人事務所をスペイン本拠地のものからイギリス本拠地のものへ変更した。その影響は大きい。ヴィッセルの元監督リージョが現在ベップの右腕、リージョはギフから古橋を引き抜いた。彼の助言もある可能性。ヴィッセル時代、イニエスタは古橋の動き出しの良さから、直接リージョ監督にスタメン起用を提言していた。最前列のポジション全てをこなせるのは、明らかな戦力になる。日本人指導者では発見できない能力をベップは見抜いている可能性。FFP の兼ね合いでお金をかけられない中での最善の補強策と考えている。このスピード感やはり分かってるな、ピボット。リージョがペップに古橋ゴリをしたってことか。リージョイニエスタも認めてる才能やで、ペップんじゃ取るか。古橋がハーランドの代役にはなれないけど、動き出しはそれ以上のものがあると思う。パスくれるかは別として、50か、久保の80もあったからなんともな。来るかもしれないし来ないかもしれないってこと？すげえ。50って言っておけばなんとかなると思ってそう。パーセンテージはいらないから詳細語ってくれ。その辺のインコに予想させるのとあんま変わらんやろこれ。古橋して移籍したらすげえマジかーってなるし、セルティック残留したらダヨナで終わるのおもろい。バルサのレオン監督よりは可能性ありそうだけど。